LP 図の構造。黄ゲン、コアオリゴ糖、リピド A。リポタ糖は、グラムイン製菌細胞壁外膜の構成成分であり、脂質及び多糖から構成される物質である。LP 図は内毒素であり、人や動物など、他の生物の細胞に作用すると、多彩な生物活性を発現する。LP 図の生理作用発現は、宿主細胞の細胞膜表面に存在する。 トール様需要体温を介して行われる。グラム陰性菌の細胞壁。リポポト糖は全体を覆う外膜の細胞外側の脂質部分に存在する LP 図は、リピド A と呼ばれる脂質に多分この糖からなる糖差が結合した構造をとる。糖差部分はコアト糖と呼ばれる部分とオーソクサ多糖と呼ばれる部分から構成される。グラム陰性菌細胞壁の一番外側の部分には、 外膜と呼ばれる脂質二重膜が存在しており、LP 図はリピド A の部分がこの脂質二重膜の外層を形成する分子として脂質層に入り込み、糖叉の部分が細胞外に突き出す形でグラム陰性菌の細胞表面に存在する。オー黄足さ多糖は三から五種類ほどの六単糖や五単糖からなる基本構造が四から四十回繰り返した構造を持つ。リンキにや 髄膜炎菌など、菌種によっては特に短い遅くさを有し、この場合は、リポ多頭の代わりに、リポオリゴサッカライドと呼ぶことがある。大足差多頭の構造は、同種の細菌の中でも、菌種ごとに異なり、菌体表面の浸水性や抗原性に大きく関与する。大抗原と呼ばれる、細菌の表面抗原の本体であり、菌種の分類や幹物に利用される。 例えば大腸菌では約170種類の異なる型の黄抗原が知られ、黄抗原の違いからどのような病原性を持つ菌種かを判別することができる。また、黄足さはファージに対する需要体にもなり、その菌に対してどのファージが感染し得るかを決定する因子として、ファージ型の決定にも関与する。コアタトは5単、等、6単等のかに、最近に 独特な7担頭や8担頭などから構成される、等差である。王足差とは異なり、その構造は禁止によって、ほぼ一定である。小アタは、素水性の高い刀類から構成されており、浸水性の高い王足差部分が短い場合には、細菌表面は素水性になる。細菌表面の浸水性が高い場合、しばしば寒天培地上のコロニーは、 表面が平滑で光沢を持つものに素水性が高い場合には表面が粗いものになることが知られており、黄足差及びコアからなる多糖の構成はコロニー成長にも影響する。LP 図の脂質部分にあたるリピド A はリン酸元が結合したグルコサミン2分子がグリコシド結合したものに対して脂肪酸素が複数結合した化学構造をとる。 LPs の生理活性の発言において最も重要な働きをしていると考えられているのはリピド AV でありリピド A 単独でも生理作用を示すことができるリピド A の構造中に含まれる脂肪酸素は細菌種により異なる LPs は細胞壁から要因には有利せず細菌が死滅した時などに細胞が誘拐破壊されることで有利しそれが 動物細胞などに作用することで毒性を発揮する。このような性質から、細菌が外に分泌する毒素ではなく、分泌されない、菌体内に存在する毒素、すなわちない毒素とも呼ばれる。LP 図は、熱的、化学的にも安定しており、通常の滅菌に用いられるオートクレーブや、寒熱滅菌では不活化することができない。不活化には、 摂氏250度で30分間の加熱を要する。有利した LP 図は標的細胞の細胞膜に存在する TLR4 を介してその作用を発現する。TLR ファミリーは炎症性サイトカインの発現に関与し自然免疫において重要な働きをしている。人においては現在までに TLR ファミリーに属する分子として10種類が知られている。 TLR ファミリーの細胞外ドメインは、ロイシンリッチリピートと呼ばれる構造を持つ。LRR は、アミノ酸の一つであるロイシンが、規則的に配置されているロイシンリッチモチーフの繰り返し構造により構成される。また、細胞ガイドメインは、通る、イルマイナス 1R 相当領域と呼ばれ、インターロイキンマイナス1受容体をはじめ、その他のイルマイナス1受容体ファミリーに属する。 分子とも相当性を持つ領域である。また、近年では、TLR4 以外にも LRR を有する、NOT という細胞内タンパク質が、LP 図受容体として働くことも報告されている。TLR4 による LP 図の認識機構はまず、LP 図結合タンパク質により、LP 図が捕捉され、CD14 分子へと輸送されることにより開始される。 さらに LPs CD14 複合体は TLR4 に結合するわけであるが、その認識には MD-2 分子が必須である。TLR4 を介したシグナル伝達経路。リガンドの結合による細胞内シグナル伝達経路は L-1 受容体と同様であり、以下の通りである。まず TLR4 に LPs が結合するとアダプタータンパク質である。 ミエロイド系文化因子88を介して、セリン、スレオニンキナーゼであるイルマイナス1、需要体関連キナーゼを活性化する。さらにイラックの下流にある、アダプタータンパク質トラフマイナス6を介して、炎症反応に関与する、NF、カッパビーやマップキナーゼファミリー等の活性化を引き起こし、転写活性を示す。LP 図は上記に述べた、シグナル伝達経路を介して、 手術の炎症性サイトカインの分泌を促進する作用を持つ。サイトカインの酸性は細菌を除去するための生体防御反応として行われるが過剰になった場合に毒性が発現し、ショック状態に陥る。また、エルピーズは抗原定時細胞である樹状細胞やマクロファージを活性化し、未分化な T 細胞を一型ヘルパー T 細胞へと分化誘導する働きを持つ。 このような作用を持つことから LP 図は、生物系の基礎研究においてインビボ及びインビトロの両方の系で炎症性刺激として対応されている。他にも LP 図は、発熱、多臓器不全、貧脈等の作用を有している。自然界において、LP 図は、腸内細菌に由来する他食用植物や漢方薬にも付着している。傾向、経費の LP 図の自然摂取では、 毒性はなく、むしろ免疫系の成熟、調節に寄与していることを示す報告もある。例えば、乳幼児期における LP 図の自然摂取がアレルギー体質になることを防いでいること、生体内抗菌物質を誘導することで、抗生物質体成菌の繁殖を予防すること、マウスにおける実験で LP 図をインフルエンザの舌化ワクチンに転化することでグのほか、 胃が抗体の酸性を高め予防効果が高いこと、皮膚では LP 図のシグナル伝達が皮膚の総症治癒やアレルギー抑制に必須であることなどが報告されている。さらに炎症を抑制的に制御する制御性 T 細胞は LP 図の刺激を受けることで高中級の炎症誘導を抑制することが報告されている。なお、外界との接点に存在する腸管マクロファージや 皮膚のランゲルハンス細胞は LP 図で刺激しても炎症性サイトカインを誘導しないことが報告されており LP 図は生理的作用として生体向上性維持に働く側面がある LP 図阻害薬であるポリミキシン B はファイザーから発売されているポリミキシン B 上やテラマイシン軟膏などの含有成分として医薬品に応用されている一方 LP 図を医薬に用いている例として サルモネラ菌由来の LP 図のリピド A を脱リン酸化しリン酸元を一つ残したモノフォスフォーリルリピド A が子宮頸がんワクチンのアジュバントとして使用されている。ありがとうございます。